はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ついに明後日になりました。なりました。ね、4人で練習できるのは今日が最後です。はい。はい、ということで今日は、若月さん、いつもの若月コーチのお知り合いに来ていただいて4対4で試合をします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。若月さんのいつも一緒にモルクされてる仲間の方々ですか？敵チームです。はい、あ通常は敵、普段は敵チーム。じゃあ今日はイレギュラーなチームで戦っていただく。はい、初めて。ちなみにモルク歴はどのくらいなんでしょう、皆さんは。若月さんよりも僕2年半ぐらい、もっと長い。いや、同じです。一緒だけど、そうだね。2年半ぐらい。あ、皆さん2年半ぐらいやられてると。まだまだ。皆さんの足元に及ばないくらいのモルックしかできない我々なんですけれども、ぜひ試合だけでなく、その後もっとこうした方がいいとか、戦術なんかもまだまだ未熟なところたくさんありますので、いろいろ今日教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。モルック、モルック、楽しいスポーツ、フィンランド生まれの愉快なゲーム、ぴったり取らなきゃ50点、超えたら半分に逆戻り、数字を考え投げていく、頭も体も使います。いきます。お願いします。お願いします。おお、なんかボーリングみたいだった。助走ある人初めて見たんだけど、音がパーンって弾けた。後ろから違う、全然違う。僕は何をしようとしてるかというと、お、縦12。この距離11でいいっすね。11番外れたら一本もにならないんで、私は手前の方行こうかな。手前をどう狙いますか？どうしよう。崩しちゃうと、10早いですね。12が出やすいですもんね。そうですね。10が9に当たれば、まとまってるエリアで確実に倒そう。でも9が1本だけ倒れたら嬉しいなっていう形で狙っていきたいと思います。はい、7のが多分見えてる。わかりました。9でもう上がりなんですよ。ああ、じゃあ9だから11、今9の前の方を倒して9に寄せるっていうのがいいと思います。ああ、そうね。とか9狙って10も倒してわからないぐらいの20で上がっちゃうから、11と9か12回か、
12と8、12はないですね。ってことはやっぱり11と9を取らせやすい形になるのが良くないんで、手前の10、2、12、4を9にグッと寄せる。そう、ただもう寄ってるよね。これ以上言わなくない？9出しちゃったらおしまいですね。9だけ弾かれたら見やすくなるから。逆に若槻さんならどうされますか？やったら試合中に11を少しでも押します。なるほど、じゃあ11、ごめんなさい、もし1本外したら、まあ、3問目、タロちゃんいるんで、まあ、大丈夫。当てにされてます。そう、頼りにしてます。いや、ひなみちゃんも頼りにしてます。けど大野さんがここで11を当てたら、ものすごく我々にとっては前進なんで、思い切っていきましょう。わかりました、じゃあ11攻め込んでいきましょう。肩の力抜いて、集中、水平、ゆる、ほわっ。素晴らしい、素晴らしい。いや、これは大きい。ディレクターからどんな時も集中って散々言われたのも、周りの子どうしよう、声をチャットダウンして。11っていいんじゃないかな。11、まあまあいいですよ。大野さんが遠ざけた11。行くんですか？11か。うわー、行くんだ。でもだいぶ狙いに行くんですよ。どうしたらいいんだ。9は絶対取らせたくない。そうですね、ちょっとみんなで見てみよう。10をコツンと寄せて10だけ倒せたり。それやっぱりあの 10、12を食って9に寄せる。9だけでもね、こぼれるのが怖いんで。そうね、10は難しいですよね、9今。そうね、4だけ優しく10を当てる。そうね、優しく10を当てる。右手出してこう優しく10に当てるじゃないですか、これしかない。もしくはもう、もうそれしかない。10狙うってことですよね。10狙っ、でもそれで9がめっちゃ見えやすくなっちゃう。いや、可能性があるよ。でもね、それか、いやでもむずいな、もう思いっきり9と10を当てて、できる限り飛ばすか、もう10を傷つけるか。ちょっと待って、11当てる人たちですよ。10をくっつけるしかないってことなんだよ。もう10だけコツって、コツ、そう、コツ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 。9も倒れてもいいんだよ、別に倒れてもいい、仲良しになれば大丈夫。いけるいける、ファイト。はい、10も背中押してあげて。宇宙の果てまで飛ばしてやりますよ。7を。だからスタ
ターウォーズだった。スターウォーズです。新たな希望。希望。全国のモルク関係者が若月さんの一投を見てますからね。前回の放送は反響ありましたか？結構一押し思ったより強いとか、なんか再生もなんかちょっと増えてきてるなって。シャケさん。でもこれでもし相手が7ミスしてたら次10とか8で私たちが上がらなきゃいけないっていう。そう、もしくは相当ハードですよこれ。もしくは11、7もあったよね。2回倒さなきゃいけない。どちらにしても1回でも無理ですからね。高校ですから、ね、高校ですからね、はい、先攻が1って優位なんで、先攻が1個ミス知らない限りはその状態が続くので、はい、ずっと1手劣勢の状況。ちなみに高校の時の心の持ちようとか、こうしたらいいよって戦術ってあるんですか？今の試合だと、まず1個目の太郎さんの11がもうちょっと押せると我々は崩すしかなかったりとかしたのと、あとはあの寄せがさちょっと無理があったなっていうのは、無視して9も十分難しかったので無視して11とか大きい数字を狙える。逆に点差迫ることで相手に余裕を与えないか、うん、崩すんだったら 2-4 に当てての方が10動かして抜けちゃうと、はいはい、あれも高得点で、はい、結果2とかが9の後ろに回り込めば巻き込みやすくなったかなっていう感じは、うん、あ、いや大変勉強になりました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は先行になるってことですね。先行です、はい。